ソナローアニメオブザイヤー2024をやっていこうと思います。最初に今年2024年度はナローアニメが50作以上ある計算になるんですけど、やっぱ好き嫌いは分かれるし、作画的にもかなりカツカツなところが作ってるやつもあるから、本当見てる人によって最悪のナローっていうのは変わる年だと思います。ここら辺小説家になろうが、まあ名探偵コナンの二次創作サイトからだけど、20周年の節目だからこそかなと思います。まあちゃんと派遣クラスの作品も多いんですけどね。前置きはさておいて、じゃあチキチキチャンネルなりのクソナローアニメオブザリア2024は何かっていうと、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。まあロシデレがクソナローアニメオブザイヤー2024対象だと思ってます。時点は魔王様リトライ R とダリアとジ・ニューゲートの3作にしようかなと思うんですけど、この3作は言っちゃ悪いけど災難だったねで済むんですよ。最悪アニメは無視できる作品なんだけど、ロシデレは原作の欠点部分まで含めて律儀にしつつ、さらにアニメとしての立目が甘くて、今売れてもでもダメだよねってのがあるから、まあそもそもナローってさ、なんか売れてる作品でもムカつくみたいなのって結構言える作品だと思うから、僕はロシデレが一番やばいと思ってます、という前提は置いといて、じゃあ時点3作について語っていきますかね。まず魔王様リトライ R、 マオリと R に関してはハイノリですかね。別にイコラブさんとか鈴木愛菜さんとか朝倉ももさんとかに悪印象があるわけじゃないんだけど、ただ高尾香乃さん使いたくなかっただけだろっていう、そういう雑さを感じるから、まあその点でもやっぱ認めらんないなって感じです。まあマオリ島に関しては一気が奇跡的な出来だったなと思ってて、一気の良さが踏襲されてないっていうのがすごく感じるんですよ。1期だとヒロアカアニメみたいにキャラ紹介テロップとか入ってるけど、2期はそういう1期を参考にしたところって一切なくて、さらにこいちゃなんだけど作者さんもなんか今までこう捨て続けた人なんだなっていう感じはあるし、月光さんに関してはそこまで悪印象ないんだよ。あれモブから始まる探索英雄譚は作画パワーなかったけど、あでもキャラデザは可愛かったし、あれは許容範囲だった。じいさんばあさん若返るに関しては月光さんだから良かったと思うんだけど、ただ魔王リトール投げる相手としては、まあ、これだと出来の悪いオバロのパクリでしかないよね。言っちゃ悪いけど一期の頃このクオリティだったら、まあ、普通に埋もれてたと思うし、まああと最後まで見ても多分この辺の評価は変わんないと思います。改めて思うのは、高尾香音さんと石原香織さんのあの特徴的な声って本当に強みだったんだなってことですかね。ただマオリとあるね、一応いいこと言っとくと、一期あれで見たって人増えてて、その一期の反則アニメとしては結果的に成功してると思うし、ナローアニメもただ雑に流すのと工夫して作るのでは全然意味が違うなっていうことの教材としては、まあ存在意義はあるだろうし、何より九代白とは、まあ、一応アインズ様のパクリだけど、まあ、津田健さんがノリノリの時はちゃんとノリノリしてるし、アーリアよりは主人公してます。次、魔導具師ダリアはうつむかない。このラノを引き合いにするんだったらダリアはよう検討してると思うよ。むしろアニメでちゃんと新規入るんだったら普通にアーリアを追い落としてた可能性もあるし、柳見さんや椎名真昼さんともバトルできてた可能性もある。ただやっぱ亡国抜きでもこの人気に見合った制作環境を用意してやれなかったっていうところで、なんか女性向けなろうには雑な扱いしていいっていう、そういう流れのまあ犠牲になった感じが正直ある。声優は良かったんだけどね。たださ、この作品ってさ、女性が強く生きる作品だと思うし、割とかなり女性の理屈の話だと思うんだけど、最序盤でトビアスにちょっと偏りしすぎてて、ダリアの悪さみたいなものも、ま、書かれすぎてるかとか、まあ、これスピンオフちゃんとあるから、そっち、まあ、ルチアの方は、ちゃんと気合い入れて、太刀打ちできる作品として作ってほしい。たださ、ダリアに関しては、最悪声優ボイスだけ聞いて、それで漫画読むとかもできなくもないから、まあなんならアニメも無視してもいいし、まあダリアは頑張っててほしいですね。
次、ジ・ニューゲート。ニューゲートっていうより、囁くように声を歌うのを副産物として同情されてる感じか。うん。アルファポリスさんは、まあ、安い会社にしか投げられてない感じはあるけど、他はなんとか工夫してる作品多いんだよ。ニューゲートをなんでこうしちゃったのかっていう感じですよね。ナローをまともに作れないところは何やってもダメでしょう。ただ、リモンスターとか、流星とか、異世界ゆるりとか、あの辺のアルファポリスは悪くないから、まあ、なんなら月道もやっぱアルファポリスのフラグシップとして頑張ってるし、どうしてニューゲートだけこうなっちゃったんだろうね。ひょうきんアニメ？あれは声優と監督と原作と漫画が良かっただけだよ。あれ、あとはまあ叩かれてる作品といえば、ササピー一期、出来損ない、テンスラ三期ワンクール、魔王軍最強、モブから、ハズレ枠、ゼロサイジスタだ、ぼっち攻略、こいつらはさ、別にいいじゃん。だって、原作通り、漫画通りなんだもん。出来損ないは入れるかどうか迷ったけど、まあ単純に T.O. ブックスさんは、ローゼマイン様や、ミーア様や、アイビーちゃんを頑張ってほしいなと思うんだけど、まあ出来損ないさ、あれ原作破壊はしてないでしょ。テンスラ3期ワンクルメ、あの戦争グダグダ編はどうかと思うけど、あれも一応原作漫画通りだし、まあ、ひなたと和解した後は、やっぱちゃんとリムルも楽しくやれてるっていうのが、まあ、持ち直してきた原因だろうし、その中でやばいのがロシデレだよ。だってさ、ロシデレはさ、ユキがあまりに真のメインヒロインすぎるし、コミカライズはもうチート付与するしかないよ。っていうか、ユキの原作ポテンシャルを引き出し切ったのは、声優の丸岡若菜さんと、まあ、動画工房のおかげなんだけど、何より、アーリア以上にユキにメインヒロインさせたのは、サンサンサン先生だからね。まあ、マケインと勝ち合ったのは不幸だと思うよ。でもさ、ロシデレはさ、アニメの作画良いじゃん。このラノで実績を出しちゃったじゃん。だから、魔王様リトライアールやダーリアは、アニメ無視できんだよ。それこそ漫画版があればいいとか、マオリと一期だけ、今後のルチアアニメだけあればいいって感じだし、ニューゲートに関してはまあ同情的な意見が強いと思うよ。でもロシデレはさ、二期だったらマーシャ来るじゃん。そういったものを見せちゃったなっていう、出来が良いからこそ、この原作人気のパンドラの箱みたいなものを開けちゃったっていう意味で、僕はこれクソナローアニメオブザイヤー2024だと思います。あと、クソナロー主人公2024もアーリアがクソだと思う。マサチカは主人公じゃない。あいつはリゼロのオットーのポジションだ。タイトルのキャラが主人公やるのは当たり前で。そしてリゼロのスバルと違って、アーリャは状況を何も変えないんだよ。なんならユキからを舐められてるし。どんだけ生きててムカつくナロー主人公でも、主人公はちゃんと主人公するんだよ。ナローに限らずさ、例えば、推しの子のルビーはかわいそうだけど、あれも主人公をやらせてくれなかったかわいさってあるし、そういう主人公に主人公をやらせない作品がムカつくんですよ、僕は。だから主人公に主人公をやらせる、なろうがいいなと思うんですけど、アーリアにちゃんとやらせろよ。この辺は、コミカライズで講談社特有のチート付与が行われることに期待したいですかね。あと2期は本当にね、マーシャの扱いが難しいと思うよ。てか、ロシデレ、このラノで殿堂入りしない限り、今度こそ本当にマーシャとユキに順位抜かされるで、お前。まあ、ナロー全体に戻しますけど、50作近くあるナローでも、好みの範疇を超えてやばい代物は、まあ、なかったよね。ロシデレに関しては僕が嫌いなだけだし、実際実績も出してるし、まあ、今年は本当に粒揃いでもあったし、まあ、このスバーリゼロ無色転生テンスラーアリフレあたりのレジェンドもいたしね。あれさ、マホヒルムさん、去年はボロクソ言ったけど、今年の歴史に残る悪女は、まあ、頑張ってると思う。エリーゼと青のミブロも頑張ってる。まあ、少なくともファンはちゃんと満足してるっぽいし、実際今年のマホヒルムさんはそこまで叩く気もないし、まともになるんだったらそれでいいからね。まあ、そこら辺も含めて20周年の節目にふさわしい年でもあったんじゃないかなと思います。最後にロシデリに戻すけど、サンサンサン先生、まあ、ここまで見てくれてるかわかんないけど、最後の締めはミスらんでほしい。いや、どうすればミスらないでいいのかわかんないかもしんないけど、ここから何かミスって、柳美さんや椎名真宙さんへの無理解があって、そこからなんかずれてったりしたら、推しの子の二の舞になるで。アーリアより、ユキやマーシャの方がメインヒロインっぽいっていうのは、
あなたの作ってきた作品の結果の感想でしかないんです。アーリア人気はスミペとモモコ先生とスニーカー文庫と何よりファンのおかげです。その人たちを裏切らないでほしいです。今までのロシデルを見直してきて、勝ちヒロインにも負けヒロインにもなれなかったアーリアをちゃんと着地させてほしいと思うし、そのためにユキやマーシャを下げるのもダメだと思う。まだ終わってないけど、ここからちゃんと着地できると思うので、まあ、今後に期待してこの動画を締めさせていただきたいと思います。2期やってその時もクソナロアニメかどうかはまあその時にならないとわからないですからね。